2023不幸自慢コンテスト優勝者を発表します。ということで発表します。いやー、今回ね、熾烈な戦いでしたね。めちゃくちゃ悩みました。めちゃくちゃ悩んだ。<laughs> めちゃくちゃ悩みましたね。 うんやっぱね、あのー、まあ、聞いていただいてる方だったら分かると思うんですけど、まあ、まず、まあ、今回ね、審査基準としては、ライティングね、ライティングが大事ですよと、ネットビジネス、僕、はコンテンツビジネス、情報ビジネスを教えてるわけなんですけど、まあ、まあ、コンテンツビジネスでね、稼ぐんだったら、まあ、ライティング、超大事なわけですよ。<laughs> ま、本当にライティングかトークかしかないですからね、本当に。 で、自動化で稼ぐとかね、仕組みで稼ぐってなった場合も、もうどう考えてもライティングなんで。で、今年ね、まあ1000万いったコンサル生もいますけど、やっぱ彼はね、ライティングちゃんとかけるんで、セールセレターもかけるし、ステップメモルもいい感じをかけるしって話して、やっぱライティングかけないと、まあ稼げないよねっていうところで、しっかりとライティング、自分の不幸自慢をどうこう、 うまく表現していくのかっていうところでね、えー、基準、まず前提条件として基準を設けたんですけども、まあその、それを僕の組み取っていただいて、書いていただいている方はね、結構しっかりと本当に、あの、ストーリー仕立てでね、プロローグからこう書いていただいたりとか、毎節しっかり書いていただいて、この順序立てて書いていただいたりとかすごいしてて、悩みましたね。 結構ね、やっぱクオリティ、まあこれ3年目になりますけども、結構ね、ライティング、まあ毎回ご参加いただいている方は結構ライティングの向上がすごくあの見れたんで、すごく良かったなというところで。うーん、悩みました <laughs>。今ね、ちょっとね発表するしようとしてるんだけど、うーんって、ね、それぐらい悩んでます。もう一応決まっ けども今この今今今この収録して話しながらでもうんーって悩んでるぐらい悩んでますだけど一応決めたのでそれを発表しますでもその決めた理由も明確にあるちゃあるのでその違いですよねはいじゃあいきましょう優勝者エントリーナンバーナンバー エントリー生エイトニックネームブルーな気分3号ビーナスに代わっておしおきおさんが、えー、2023優勝となりますおめでとうございますはいじゃあなぜねこのブルーな気分3号ビーナスに代わっておしおきおさんがこう優勝を手にしたのかっていうとまああのストーリー立ててねこう書いていただいてるんですけども やっぱね、まあ審査員僕しかいないんですよ。ね。審査員僕しかいないんです。で、やっぱね、ひ、ふ、フックしたフレームがあって、フックしたフレームがあったのが、吉田さん、イメージしてください、みたいなね。吉田さん、イメージしてください、と。まあ、この、ブルーな気分3号ウィーナースに変わってお仕置き屋さんはね、あの、自転車をね、盗難されてしまったっていう、う、不幸だったんですけども、吉田さん、イメージしてください、と。 もし吉谷さんの34が盗難されたらどう思いますかみたいなね。<laughs> 確かに。いやもうもう辛すぎてダメだみたいなね。<laughs> いやあのー、ね、僕のこと、僕,僕が審査員で僕がペルソナだから僕がターゲティングじゃないですか。誰に読んでもらうのか、誰が審査員なのか、僕しかいないんですよ。ねまあ、もちろんね、これはあの一般にも公開して、そのね、 番組としてやってる部分もありますけど、まあ、基本的に僕が審査員であって僕が読むっていう話ですね読み手は僕しかいないという、まあ、全そういうのもあるわけですよ。吉谷さんイメージしてくださいと。<laughs> 34が盗まれたらどう思いますかみたいなうん死ぬ,死ぬほど辛いなみたいな <laughs> だ僕はねあの知ってる人は知ってるかもしれないですけど、ね、34GTR を100万キロ乗ります 一生乗ります。こいつが相棒です。みたいな感じでずっと乗ってきたわけですよで。乗って乗って全国でぐるぐるそれで回ってね、24万キロぐらい乗りました。結構24万キロってまあまあ乗ったと思うんですよ。で、僕はね、その、ショップさんにも言われました。吉谷さん、3、4をこんなに乗ってるのに僕吉谷さんがはじ、あのし、いないですよ。ってね。<laughs> いつものその、車検出すショップさん、いつも同じとこなんですけども。 こんなに乗ってる、3、4乗ってる人でこんなの乗ってる人あんまいない人みたいな。<laughs> 初めてです、みたいな <laughs>。まあ本当にもうめっちゃ乗りつぶしてたんですよね。だから本当に愛車で100万キロ絶対乗るぞみたいに言ってたんですけども、まあ数年前ですね、あの、売りましたよ。うん。あの、本当ね、盗難リスクがもう爆上がり ですね、まあね、まあ、結構言ったりとかしてますけども、うん、日本車、まあ、そもそも日本車がパクられてる部分もあるんですけどねでコロナがあってっていう部分もあるしいろんな要因が絡まってただ34年、僕の特に僕が乗ってるスペック、まあ、34GTR にもスペックがあって僕が乗ってる v スペック2のしかも僕の車っていうのはその34が最後に作られた製造日なんですよ。 うん、その平成13年だ後期。だから要は一番最後の3、4が作った製造日で、で、黒っていう黒、黒っていう色がほとんどあんま出回ってないですよねあ。当時僕が買った時も、僕が買った時は10年前ぐらいなんですけど、その10年前でも、その平成13年の最後の V スペッの V スペック通貨。 その、の黒は出てき、希少ですみたいなで、当時でも希少っていう風に、まあ、そのショップさん、そう、ね、販売店が、こう、売り込みしてたんですけど。で、今、僕のスペックは3000万ぐらいで出てるんですよね、うん。もちろん僕はもう24万キロまで走ったんで、まあ、3000万にはつかないですけども、ただ、まあ、走行距離少なかったら、まあ、それぐらいで売られてるって話で。だからね、やっぱね、それをイメージしましたよね。で、あとは、 うーんセールスですね <laughs> これはちょっと、あのー、まさかのセールスが入ってくるっていうね。うんそうまあぶっちゃけそのセールスはね本当はよ,よ,くないとよくないというかなんだろうなこの不幸自慢のストーリーをどう描くかなので、えー、なんだけどみんなやっぱそのいいストーリーだったりとか書いてくれてるのでやっぱ差はどこにあるのかってやっぱ探したわけですよ。 じゃあ、この、三ンビーナスさんは、あブルーナキブン、サビーナスさんは、そこの違いがあったと。で、僕自身もね、今こうやって飯食えてるのも、まあ、最終的にそのコピーライティングもそうなんですけど、じゃあ、そのうん、なんだろうな、売っていかないといけないわけじゃないですか。セールスしていかないといけないですよね。そう。だから、セールスされ、セールスされたやつは、このビーナスさん、三ンさん、ブルーナキブン、サさんだけなんで、 ただちょっとこれ荒技かなっていうところですよね。<laughs> 荒技来たぞみたいな。で、あとはまあ、そのんですかね、その、じゃあ優勝賞金をもらったらこういう使い道でこうしたい、こうしたい、こうしたいみたいなのも書いてあって、まあこれを手に入れたらこうしたいみたいなね、っていうところがあったりとか。でもそれはまあ、どうなんのかなっていうところもありましたよ。ただすいません。これは僕の独断偏見の審査なんで、<laughs> すいませんけど。 <laughs> うん、まあ僕もちょっとこれどうなのかなって感じる部分はありますたけども、うん、本当に優勝したいっていう気持ちだったりとか優勝したお金をどう使うのか使い道が明確で、うん、新しいチャリンコをそれで買い,買いたいっていうのがもう明確でそのチャリンコ買ったらそれをヴィー,ーナスっていう名前につけたいみたいなね <laughs> うんであとはこれはまあ何すかね うーんまあこれはまあ審査基準の中のちょっとしたまあまあ大きな要素ではないですけどもうーんその何ですかねブルーな気分353のエンジェルナンバーだから僕ねエンジェルナンバー22なんですけどもだからそういうのも知ってるわけですよ吉田さんあの数字好きですよねとまあ僕数字好きなんですよねで僕のエンジェルナンバー22も実は もういろんなとこに22がね、人生を振り返ると、いろんなとこに実は22が隠されていて、衝撃を受けたんですけども、マジかっていう。もともと知らなかったんですけど、そのエンジェルナンバーがあるなんていうのはね、知らなかったんですけど。で、なんかもう、あと、ゾロ目もいっぱい見るし、まあ、数字は好きなんですよ。で、そこ僕がその好きっていうペルソナスよ、吉谷さんはそれが好き。じゃあそこに対してっていうところで、で、私のエンジェルナンバー8番なんです、みたいな。 そのエンジェルナンバー8番、えー、エントリーナンバー8番ですけど、みたいな。<laughs> こうまさかのリンクですよね。うん。まあ、それはまあ、審査基準のちょっと、うん、外部ポイントですけどね。うん。まあ、そういうのもちょっと入ってたって感じですねそれ。それを引き当てたっていうね。だってこれ、ぶっちゃけそれ引き当てるとって不可能に近いと思うんですよ。不可能というか、うん、いろんな人がバーってきてるので、その僕、順番に本当にこれ、エントリーナンバー、エントリーした、 日付、順番通りに読み上げてるので,でそれを合わせてきた自分のエンジェルナンバーと <laughs> エントリーナンバー8番を合わせてきたっていうのはこれはなんかすごいなっていうのはちょっとまあその読み上げてる時もちょっとすげえなと思って言っちゃいましたけどうんなんでまあ選んだ理由としてはまあ他との差ですよねとあとまあそのちょっと荒技だけども まあネットビジネスでやるんだったら、まあ最終的にやっぱセールスはしていかないといけないんで、そのセールス、うルソナ対僕に対してのセールス。うん。で、あと優勝賞金が本当に欲しいみたいな気持ちみたいなのも入ってましたんで。うん。でもね、これを言っちゃうと来年はね、どうなってくるかわかんないですけどね。<laughs> だから今回はその並んだんでね、並んだからそう選びましたけど、もし来年がね、 全員こうセールされてきたら、またそれはそれで、そのせわ、また変わど違いが探したりとか探すと思うんですけど。うん。まあこれはね、まあ、聞いていただければ、明らかにその違いっていうのは出てると思うんですよ。<laughs> まあもう放送中に僕も読み上げながら、お、なんかこうセールス入ってきたぞみたいなね <laughs>。読み上げましたけど。いや、でもね、やっぱね、大御所の僕はでも、 あ緑のやつさんはね最後ね締めを飾っていただいた、ね、このためにやっぱね有給を取ってねこのために有給を取って本気で書いてきたっていうねしかも熱,で熱を出しながら書いてきたっていう本気度をすごく感じたし上手かったしネタも良かったしだからね緑のやつさんもねちょっとね赤のやつさんも上手かったですよ、まあ、優勝してますからねそりゃ。あのー 初代王者ですから、赤のやつさんも上手かったんですけど。いや、緑のやつさんはすごい上手かったと思います本当に。まあ、それ言ったと思うんですけど、上手かったっていうのは。だけどね、あの、緑のやつさんは買ってくれ、みたいな話 <laughs> 今年250万ぐらいまた買ってるわけですからね。金に困ってるわけじゃないからね。<laughs> 250万を僕初耳ですよ。そんなに買ってたしかもコンサル、え、そんなコンサル入ってたのみたいな。 <laughs> まあ僕のにも入っていただいてますけどもね。まあ全部欲しいっすね。<laughs> いやでもね、緑のやつはうまかったうん。また来年もぜひご参加いただきたいなと思うんですけど。赤のやつさんもね、普通に、赤のやつはうまかったけどね、やっぱ知ってるっていうのがね、やっぱね、あるのですいません。知ってるっていう <laughs>。入れ場はね、知ってるので、もともと。 うん、あれ知らなかったらまた全然インパクトは違かったでしょうね。入れ歯に関しては、うん。で、僕もやっぱ共感ポイントは僕もやっぱ同じようなこと、入れ歯にはなってないけど同じような境遇があるので、やっぱ共感はできるし、うん。で、あとはその教訓ですよね。まとめとしてここから何を学んだのかっていうところで、やっぱり積み上げるの大事だよねっていうそのメッセージ性に変えてるっていうところもすごいやっぱうまいですし。うん ただね知ってたんでねネタを <laughs> まあそこでちょっと下がっちゃった部分はありますけどでも文章的には上手いですようんそうまあ他にもねあのエントリーナンバー1番の帰ってきた我慢汁太郎さんもねエントリーナンバーもう切り込み隊長のですけどもなんかすげえ書いていただいてうんあのほ、まあ、他にもねいっぱい書いていただいた方もいらっしゃいますけども そうありがとうございます、はいまあちょっとねすいませんあのほんのちょっとしか書いてない方は申し訳ない。<laughs> まあその大御所のしっかり書いてくれてる人と、まあ、自分が書いたのをちょっと比較していただくと、まあ、明らかにそれは差があると思いますのでちょっとしか書いてない、まあ、方はあのまあでもちょっとでもそれがすごく刺さ,刺さるそのすげえ分めちゃめちゃ長く書いたからいいっていうわけじゃないんですよ。だけどやっぱ 僕も読んでるとね、そこはやっぱ、うん、感じるところがあるので、うん。それは、まあ、今回、その、コンテストに応募して、自分が応募した、あーちょっとしか書いてないんで、ちゃんと書いてくれてる、バーってストーリー立てて書いてる人と比較対象すると、やっぱその、なんだ、差っていうのは感じていただけるのかなとは思いますけど、うん。まあ、とりあえずね、でも参加者は、参加賞はお配りしますので、参加していただきありがとうございました。来年もやれるようにね、 頑張りますので。うん。まあ、あのー、こうやってね、僕はその優勝賞金今回二万、だから来年は2万四千円を予定してますけども、2024年なんで。そう。で、参加賞ももしかしたら上がるかもしれないです。まあ、それは僕の1年の頑張り次第ですけど。<laughs> 僕の1年の頑張り次第で参加賞ももうちょっと上がるかもしれないです。まあ、優勝賞金はね、まあ、二万四千円になるとは思いますけど。 うんまあ本当にね、あの、やっぱ嬉しかったですよね。緑のやつさんとかね。どう、どうすか普通に考えてなくないですか,かこのために、この文章を書くために会社休もう、有給取るみたいな。<laughs> まあまあ発想ないですよね。うんそれは嬉しかったですね。本当にありがたいですね。うんそう。まあ他にも本当いろいろ書いていただきましてありがとうございますうん。まあどうすかね。今年ももう終わりますけど。 まあちょっとね、赤のやつさんの、あのー、ちょっと引用しますけども、まあ赤のやつさんもね、ちょっと書いていただいてますけど、やっぱね、積み上げっていうのはやっぱほんと大事だと思います。一個一個の。うーん。やっぱ今年何を積み上げた方によって、なんだまあ僕もね、もう、 この発信活動に関しては、鹿児島で独立しても8年ぐらいですかやってますけども、やっぱ積み上げてきたことによって、お客さんとのその深さとかも全然やっぱ変わってきてるので、まあ昔に比べるとすごく楽になってきたなと。逆にでもこれ積み上げてなかったらね。多分これ積み上げてなかったら、まあ間違いなくですよ。普通に考えても、その信頼とかそのそういうのを積み上げてなかったらど、どうでしょうかね。 会社休んでまでこのコンテスト参加しようっていうお客さんは誰も多分いないと思うんですよ。まあ、あの、一人だけですけど、みたいなやつさ。<laughs> まあ、いいんですよい。全然いいんですけど。うん。だかまあ、すごいやってきたから二区深くなってきたかなって思いますね。僕自身も。で、あとはやっぱ最近はやっぱ、うん、販売も少し楽になってきたかなと思いますね。うん、一番最初に比べると。うーん。 もうファンの方がちょ、ちょこちょこずつ増えていってるので。うん。今年もし積み上げてないんだったら、まあ来年から積み上げていただいて、まあ今日からですよね、今日から積み上げていただいて、じゃないと多分、いつまで経っても中途半端で終わったりとか、うん結局時代、あの、なんだあ、振り返った時に何も残らないみたいになっちゃいますので、まあ、歯,歯も残らないみたいなね。 赤の餌にかけるんだったら結局歯も残らない歯も残らないみたいになっちゃいますのでそう僕もね歯医者に去年お金かかりまして何百万かかってもう、まあ、歯も大事だなっつってね電動歯ブラシも買ってだからブラッシングね本当に2 3 0分するようになりましたね うん、でもやっぱめんどくさいなと思うこともあるんですけど、まあできるだけ本当に2、30分かけてね、歯間。歯間ブラシまですしたりとかすると、ちょっとやっぱ大変めんどくさいんですよね。うーん。だけど、ね、やっぱそういうことをやっぱ一個一個終わらせていく。はい、ちょっと赤根さんのやつちょっとよ、あの、読み上げましょうか。赤 <laughs> 根さんありがとうございます。使わせていただき、教訓1ですね。教訓1。えー 治療は有料、歯磨きは無料。歯磨きだけならただなのに、ほったらかしにしてしまい、有料の治療をするは目に入れ歯になってから、はじ、はじ、初めて、日々の歯磨きの大切が分かりましたと。これはね、失ってからじゃないと、なかなか分かんないんですよね。僕もそうですよ。気づいてほしいですよね。2023年、もし積み上げてこなくて、何も結果が出なかったとかね、うまくいってないんだったら、まあ、気づくことが大事ですね。 日々や,やることがどれだけ大事なのかっていうことに。うん。で、教訓にですね、続けることが大事と。日々しっかり積み重ねることの、重ねていくことのみが、えー、健康な歯につながる唯一の道であることに今さながら気づいたのです。今日はいいか、明日でもいいか、という甘い考えが、最終的には取り返しのつかない状況をもたらしてしまうのだと強く感じましたと。 まあおっしゃる通りですね。歯はね、やっぱ生えてこないですからね。<laughs> もうインプラント入れるかもう入れ歯しかないですから。うん。で、まあその人生で言うなら人生もね、バックザフィーチャーみたいにタイムマシーンないので戻れないんですよ。僕ももう42で、41でこと来年42になりますけど、若い頃に戻れないので、うん。なんかやりたくてもやれなくなりますしね。 うん、だからまあ自分の自己実現こんな生活したいっていうことだったらやっぱもう今日やっていくは、はしまあ僕なんかはね情報発信、コンテンツビジネスやっぱ教えてますので、まあいろんなお客さん悩みいただきますけど、やっぱり一番の挫折ポイントっていうのが、やっぱ、うん、発信できないっていうね。 今日も発信できてないっていうのが、まあ、結構な上としめます悩みとして今日も発信結局できてないと、うん、サボってましたみたいなね <laughs>、うん、だ結局そのサボってるのがつサボってるのを積み上げても何も結果出ないじゃないですか,、うん、だかとにかくやっぱ続けるっていうことは大事かなと思いますね、うん、ってか続けるしかやっぱ 大きい、凡人がですよ。凡人がすごいところに行くためには続けるしかねえかなと思いますけどね。まあ、天才ですということだったら別ですけど、普通の凡人が成り上がっていく、普通の凡人が人生変えていくんだったら、まあ、やるべきことはしっかり積み上げていくっていうことをしない限り、無理かなと思いますね。だかまあ、2024年も、2025年もね、多分、いろんなご相談いただくとは思いますけど、やっぱりつまんでは、 中途半端に終わらず、つまんでは、中途半端に終わる、つまんでは、中途半端に終わる、つまんでは、中途半端に終わる。で、結果ふさわけたら何もスキルがないっていう人、来年も再来年もずっと僕はサポートしていくと思うんですけど、だから、まあ、この場を借りして、まあ、この場を借りもしますし、うん、日々も言いますし、やれと <laughs>、時間戻ってこねえぞ、ということなので、うん、ぜひ、あの、やってほしいなと思います。 まあ、情報発信は無料ですからね。うーん、YouTube で発信するとかね。まあ、僕もこの活動できるのね、今、このチャンネルに2万8000本ぐらい一般公開してますけど、これ無料なんですよ。ね、赤のやつさんはね、えー、治療は有料、歯磨きは無料っていう書いていただいてますけど、情報発信するのに今コストってかかんないんですよ、ほとんど。ね、YouTube 無料だし、普通2万8000本もクラウド、まあ、サーバー、普通だったらお金かかりますからね、これね。 YouTube すごいですよね。何万本アップしてもただっていう、お金請求されないみたいな。<laughs> まあ、あとインスタとか Facebook とか Twitter とか、まあ、X になりましたけど、今いろんな各種 SNS 無料で発信できますので、発信は無料でできます。うん。あとその無,無料でできることをやるかやらないかによって、やっぱ人生変わ本当に大きく変わるので、うん。歯磨きも無料でできるけれども、その歯磨き、無料でできる歯磨きしなかったら歯を失うよって話で。 うん、だって僕なんかはね、無料でこういうふうな発信をずっとしてますけど、この無料の発信があるからこそ、うん、今の生活、収入があるわけなので、うん、これやってなかったらもう全くないですからね。うん、はい。ということで、すみません、赤のやつさんの借りました。<laughs> <laughs> 赤のやつさんも良かったんですけどね。だからすみません、虫歯に関してあの、入れ歯に関してはちょっと知ってたんで、<laughs> 知ってたっていうのはちょっとね、 まあ、あのコピーとは関係ないんですけど、まあ、審査するのは僕なんでうんそうまあ赤根さんもうまかったですやっぱ初代優勝優勝しただけもあるなとすごい読みやすかったしね、うん、はいまあということでちょっと余談もいろいろと喋っちゃいましたけど、えー、優勝者はああ ちょっと長いんですけども、えー、ブルーな気分3号ヴィーナスに代わっておしおきよさんが見事優勝されましたのでぜひこれで自転車をゲットしていただき盗まれた自転車をね、えー、今度盗まれたからー逆に新しいものが降りてくるということで、ね、新しい自転車を買っていただいてヴィーナス号で、あのー、快適に日々過ごしていただくと。 まあ今ね多分ね、ホームセンターとかでもね、ペイペイ使えたりとかするので、うん。なんで、まあ、ホームセンターにはよるとは思いますけど、結構ペイペイも使えるとは思いますので、あの2の3000円あれば、まあ、ホームセンターとかで買えばね、本当に、まあ、1万9,800円ぐらいでもすげえいいの買えると思うんですよ。 大体12,800円、まあ、9,800円とかもあると思うんですけど、9,800円、12,800円、13,800円、14,800円、15,800円、えー、17,800円、19,800円、このあたりですね <laughs>。このあたりでいろいろ売ってると思います。うん。でも、19,800円だったら結構いい感じですよね、多分。まあ、21,800円ぐらいのもあると思うんですけど。まあまあ、いいのは買えると思いますんで。はい。ぜひ、ビーナス号をゲットいただければなと。 思いますはいでは優勝者の発表これで終わりたいと思いますえー、たくさんの方にねご参加いただき本当にありがとうございました来年もやれるように頑張りますので、えー、よろしくお願いいたしますではご視聴ありがとうございました